最新不動産情報。どうもベトナム住みます芸人 WC 俊介です。まだ私は盛岡におります。この不動産情報を紹介してもらえるということは、そうです、ズームオンライン不動産紹介ですよ。さあ今回も紹介していただくのはエナセットの杉本さん。はい、今私物件の前日にも来てます。はい、お願いします。 ありがとうございます、はい、もう新時代突入ですよね。こうやってオンラインで不動産を紹介できるという。本日はどのあたりにいらっしゃるんですか。一区、ビジネスの中心地から西郷川を越えたですね、はい、2区の 2TM エリアという、ほう、今町の開発がされている、新しいエリアに来ております。なるほど。その 2TM 側ということは2区だけど、はい、ちょっとタオディエンエリアとは違うエリアなんですね。そうなんですよ。タオディエンはすでに町の開発がかなり進んでいる場所になりますが、うん、こちらはまだ緑が多く、建物もこれから建ってくるだろうという場所になります。なるほど。周りには何がありますか。なんか普通にスーパーとかはあるんですかね。本日来ている物件がエンパイアシティという新築のコンドミニアムなんですが、はい、こちらの敷地内にはすでにスーパーが入っております。あ、おーおーおー、入ってるんですね。エンパイアシティが、はい、物件のすぐ隣に、はい、2TM トンネル、あ、一区につながるあの西郷川の下を通るトンネルですね。はいはいはい。そこに隣接している新築のコンドミニアムです。そうなんですね。じゃあもう 2TM あれくぐったらすぐ一区ですもんね。そうです。じゃあ思ったよりなんかすごい近い感じがします。そうですね、このエンパイアシティのすぐ隣に西郷川があるんですけれども、はい、その西郷川の向こう側に一区の都市の景観が広がっている状況ですね。なるほど。じゃあ今回のお部屋はどんなお部屋でしょうか。2ベッドルーム、はい、13階、広さ82平米のお部屋です。おー、いいですね、はい、なるほど、わかりました。じゃあ早速中の方にご案内していきます。はい。この歩道だったりとかですね、まあバイクや車の通る道路も、綺麗に舗装されていて、なんですかね、新しい都市感がものすごくありますね。ですね。ではお部屋に入っていきます。おー、めっちゃ綺麗。ちょっとこう白を基調としてるし、はい、ゴージャスな家具というか、うわ、そうですね、めっちゃ綺麗だなマジで。はい。このクローゼット収納、そうです、収納部分ですね。靴箱としてもご利用できると思います。そういうことか。だからなんか、はい、座るふかふかのやつもあるし、はい、もう姫じゃん、姫クラスの人ができるやつじゃん、これ姫ちゃんですね、姫ちゃん、はい、これなの。同期、もうソファーもすげえ綺麗。こちら未入居ということで、だからまだ誰も使われてないという。その通りです。はぁ。いや、マジで綺麗。ソファーちょっと、すいません、また測っときましょう。前回のオンライン測りもね、すげえ良かったっていうコメント来てました。我が子がここに寄ればいいんでしょ？ソファー行きますよ。はい。で、せーの。あ、測れた。測れたなぁ。測りました。今測れました。今広さ、ここれます、ね、広さ分かりましたよ。杉本さん、あの後ろの方受けてました、ちゃんと。それだけが気になってます、はい、僕。オーナー様ですね。多分わけわかんないと思います。座り心地どうですか？座り心地はいいですね。あの柔らかすぎず硬すぎずという、ああ、程よい弾力性です。肌触りの感じはその布、なんていうんですか、綿というか布というか。肌触りは、まあ、布に近い形ですね。はい、うーん、ただこうあんまりキバキバしてない布のタイプで、あ、なるほど、なんか拭き取るお掃除とかも簡単そうに感じますね。なるほど。そういうのね、やっぱり実際に触れないから言ってもらえるとめちゃくちゃ助かります。ではバルコニーの方に行ってみます、はい、この整えられた、これ下に敷いてあるのってこれデフォルトですか？オーナーさんのセンス、オーナー様のオプションだと思いますね。あ、いいっすね、これがあるだけでね、はい、やっぱちょっと外に出ろっていう気持ちがね、ウキウキするというか。今こちらですね、向かいに見えるのが西郷川です、はい、なるほど。で、奥が1区とかですか？奥はですね、4区と7区です。あ、そっち側になるんだ。あ、はい、このお部屋は南の方を向いていますので、はい、4区7区の方が見えています。なるほど。やっぱりまだこう再開発の地区エリアということで、高い建物ないっすね、もう目の前とかには。そうですね、ほんとこれからできてくるんだろうなっていう感じですね、この、ま、周りにね。そうですね。次、キッチンを見ていきます。あ、はい、玄関入ってすぐぐらいにキッチンがあるんですね、はい、そうですね、はい、こちらが玄関の扉でして、玄関から入って右側にキッチンとダイニングのテーブルがございます。おー、ここって2ベッドルームですよね。そうです。だけど6席もこうあるという、まあ広めですね、はい、比較的ね。そうですね、ダイニングのテーブルは広めです。出た、ライトのおしゃれな感じも、はい、これなんすか杉本さん。これはですね、
ネズミ花火ですかね。ネズミ花火場ありますかっていう話です。ネズミハザミがライトで。で、冷蔵庫でかいっすね。右側が冷蔵庫。はい。左側、冷凍庫と。うわぁ、めっちゃいいやつ。僕、これ結構好きっすね。さあ、そして、キッチン。はい、キッチン調理場です。シンクも広いっすね、二つあって。はい。で、やっぱほんと誰も使ってないから、水回りがこう、綺麗だと、すごい気持ちいいっすね。3口の。IH コンロ。広いですね。ここでも調理もね、右も左もできるし。下にオーブンが。ついています。おお、新品なのでちょっと袋がかかってますね。まだね。はい。いやもうこれが証明ですよ、ある意味。本当に誰も使ってないぞと、オーナーさんとかもね住んでないぞというのが一発で分かりますね、はい、これでね。レンジとかもあるんですか一応？いえ、電子レンジは置かれていませんので、オーナー様への追加交渉となります。なるほど。収納も見たいですね。キッチンの収納を開けた状態になります。はい。ありがとうございます。収納のスペースが非常に多い状態です。これ食器類はまだ置いてないって、これも交渉次第。みたいなことですかね。食器類は基本的にご入居者様でご用意いただく形になります。ではキッチンの奥、洗濯機ルーム参ります。この奥に扉を開けまして、洗濯機、これはドラム式で、これ乾燥もついてますか？いえ、乾燥はついていないです。あ、なるほど。ということはここで干すみたいな感じですね。上にあの物干し竿が出た、スライドで降りてくるやつ。何の、そうですね、21世紀の発明か分かりませんけど結構原始的な形で降りてきますね、これは。でもこれマジであるとないでめちゃくちゃ違いますよね、はい、外とつながっていて空気もきちんと入れ替わる空間ですので、うんうん、こちらに干していても乾きやすい状態かなというのを感じます。実際にちょっと物干し竿を下ろしてみます。あ、はい、お願いします。そう、こうやってね、はい、降りてくる。これでね、かけて、また上に上げるだけで、もう原宿ビームスの T シャツみたいな、あそこみたいにくるくる回ってますよ。いや、回ってない、回ってないね。釣られてるだけで回ってない。では、リビングからサブのベッドルームに移っていきます。扉を開けましょう。はい。こういう感じか。へぇー、はい。家具が統一されてますね。そうですね。すごい。色合いだったり、家具のインテリアが統一されてます。ですね。その壁の感じとかも、かわいい、おしゃれみたいな。そして窓広いっすね。しっかりと大きい。天井の高さから床まで、すべてガラスです。どっかしらは開くんですかね。そうですね。両サイド、こちらに小さい窓が。なるほど。こちらにも窓がありますね。2箇所開ける箇所があります。このような形で空気の入れ替えもできます。これサブのお部屋ってベッドを入れるとかなると、またコーナーさんと交渉みたいな。そうですね。なるほど。収納もあり、扉を開けると光るタイプの収納です、ね、あ、出た。もう僕が大好きなやつ。やっぱり開いてね、どこにあったかな、あのネクタイどこかなって探す時あると思うんですよ皆さん。ライトがあるだけで、はい、ピャッ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 ですよ。もう2秒で探せますこれ、はい、サブのバスルーム、おー綺麗、やっぱめっちゃ綺麗。このあれですね、大理石系のね、この響いてきますね、はい、これがね、なんか綺麗さが高級感と清潔感、高級感ね、あります。めっちゃある、はい、ここも開くんですね。ちゃんとここに置けるので隠せるよと。ちょっとね、こまごましたのがこう出てると汚く見えますからね。シャワースペースです。あ、杉本さん、シャワースペースにあるじゃないですか、台座が。その通りです。何のためにあるの？僕は座るためですかね。なんでや。それはあれでしょ、登って上の宝箱を開くためだったでしょ宝箱は隠されてなさそうなんですよね。ないか。ここはシャンプーね、リンスとかそういうのね、地べたにつけるとこう水でね汚くなったりとかならないように、こういう台座があるわけですもんね。そうですね。いや、素晴らしい。あれ大丈夫ですか、はい、あの水がこう入ってこないようなシステムになってます、はい、こちらですね、カメラでは分かりにくいと思うんですが、ものすごく緩やかに傾斜を作ってますね。おお、なるほど。シャワールームからトイレの方に水が流れないように、はい、では主寝室、はい、マスターベッドルームの方に入っていきます。はい、マスターベッドルーム、はい、大きなベッドがご用意されます。でかいっすね。幅180センチです。キングっすね。これはあれですか、カーテンは遮光カーテンですか？そうですね、これは真っ暗ですね。あ、カーテンじゃない。はい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 、そうですね。あそこの木漏れ日ぐらいと、でこっちのドアを閉めたら真っ暗になる感じですね。昼間とは思えないぐらい、はい、あの暗くできますね。収納はこちらです。あ、こちらに、あー、さすが、2つですね、丸々2つ。主寝室奥に入って、はい、主寝室にあるメインのバスルームです、はい、洗面台、こちらさっきよりもちょっと幅が広くなってますね。鏡広いっすね。サイドにこんなライトついてるんですね。明るい。鏡が大きくて、まあ、この洗面台と壁の間ですね、ここも
非常に広くて荷物が置きやすくなっています。洗面台の下に収納が、なるほど、もうそこにあれば十分ですよ。後ろを見ますとトイレがございまして、はい、こちらはウォシュレットがついています。奥に行きましてシャワールームです。あれちょっと明るくないですか、なんか。はい、そうなんです。左側を見るとなんと窓がありますこんな見えるんだ。カーテンだったりとか曇りシートを貼ることで外から見えないようにすることは後からできると思います。なるほど、この明るい窓はねすごくいいですが、やっぱりなんかこう遮るシートがあった方がいいですね、はい、やっぱりね。そうですね、共用施設にはジム、バーベキュースペース、プールがございます。その他にも事前予約で利用可能なシアタースペースやパーティールーム、卓球台やビリヤードスペースがございます。家賃を当てたらただで借りるのコーナー、はい、やってまいりました。当てさせていただきます、すよさん。すいません、家賃を当てたらただで借りれるのコーナーやりたかったんですが、ちょっとまだこのお部屋ですね、家賃が決まってないので、オーナーさんが今家賃を考え中ということで、先にちょっと中だけ見せてもらいました。最新の真の過ぎてってことですか。そうですね、ちょっと早く気づいたんですか我々そうですね、動画を公開する頃には家賃が出てくるんじゃないかなと思いますので。なるほど、ということはもう気になった方、決めたいという方は NRSS さんの方に連絡していただいたらすぐ分かると。はい、ちなみにお部屋は2ベッドルームで、はい、まあ 2TM の、はい、あのトンネルの近くなんで2ベッドルームで大体、82平米あります。あ、広っ。どこが広い感じに感じます。リビングが広いのと、あと受信室もクローゼットを含め広く感じます。なるほど、もうプールもジムも綺麗で、はい、もうめっちゃいいですね。はい、そうですね、先ほど見てきた通り非常に綺麗で快適な環境だと思います。はい、ありがとうございます。こうやってオンラインの問い合わせとかも今後増えてくると思うので、杉本さんよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。ズームで皆さん見れる時代になりましたから、日本からでも選びにぜひ NRSS さんに問い合わせしてみてください。それではホーチミン最新不動産情報でした。また次回お会いしましょう。さよなら。